ことがあったってパプさん、はい、多いよね。セブンで7個をチャージする回数が増えて物価の値上がりを実感しています。時給が750円でランチで500円のお弁当を買うことをためらったのがトラウマになってるので、私のランチの判断基準は基本的にワンコイン。しかし今のコンビニのチルド弁当でワンコインで買えるものはほとんどありません。当然ですがチャージ回数が増えてしまいます。出先では金額を抑えるためにおにぎり2個と野菜ジュースになってしまうことが増えましたね。あら、いや本当にですよ。なんかちょっと前、数年前までね、ランチワンコインっていうのが流行ったじゃないですか。あった。もうないよ。倍ですよ。ラーメンだって1000円超えるかもっていう。そうです。もう1000円の壁超えてますよ。超えるよね。その壁を超える壁超えないでさ、結局値上げして潰れちゃった店とかいっぱいあったもんね、ラーメン屋なんかね。全然あります。ランチ1000円は当たり前だと思います。当たり前にあるよね。うん、例えばあ、これドリンクバーがセットだったのに、あ、ドリンクバー別料金になってる、はい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 、あ、ここで多分調整取ってるんだなとかね、頑張ってるなってごめんなさい。本当、ワンコインなんか、まあ、そう考えると。でもさ、さっきのあれじゃない、ハンバーガーとかがさ80円の時代とかが良かったかって言われりゃさ、はい、いやそれもどうかなって思う。あー、ダーリンさんがね、そうそうそう、話してくれてたね。あったよ確かに、うんうんうん、じゃあ学生ぐらいの時に80円とか、まあ、100円とかでさ、チーズバーガー食えますみたいな、うん、マジかよみたいな、100円マック 5個買っても500円じゃんラッキーとか思ったけどさ、うん、あれがじゃあ良かったのかって言われるとさ、あの時は多分あの時でさ、経済のこと全く分かってなかったけど、はい、高校生とかだから分かってなかったけど、うん、あれあれでしんどかった時代なんでしょ、もしかすると ね、 そ の、 だ、そ の、 そのお父さんお母させないによるとね、そうだよね、うん、きっと、うん、だからじゃああれが良かったかって言われればやっぱり良くなかったんだから、ずっと良くないよね、うん、何が起きててもさハンバーガー100円でも良くないし、今いくら300円ぐらい知らねえけど、食わねえからマック、うん、でも高くなったっていうじゃん、マックも。そうだね、マック高くなったよ。それがいいのかもわからん。だってマックでも、うん、マックって普通にランチとかで安く行けるから、うんうん、最初食べてたものだったと思うんですよ、うんうん、手軽に ね、 軽にね、うん、今普通に1回のお値段で、うん、え、800円とかしますからね。なんなら何かつけたら1000円いくし、マックでも、え、じゃあ普通のランチ食べに行くよと思ってもおかしくないぐらい。そうなんだ。全然しますよ。そんなするんだ。はい、いやだしますね。パン屋さんとか特に感じますよ。あ、この間私 ね、 ね、パン屋さんで5000円買いました。おめでとうございます。あの家族の分とかね、はい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 、買ったんですけど、うん、家族の分って言ってもね、うん、言うてもでしょ、言うてもですよ、うんうん、5000円超えましたからね、はい、パンもパン屋さんも高いです。そっか、300円とか普通にしますから、ね、そうですよね。頑張ってみんな。